試合中のカーヴィン・シェイン・カーヴィンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。コロラド州、グリーリー出身。グラチトレーニングセンター所属。元ユフック世界ヘビー級暫定王者。6歳の時にレスリングを始める。大学時代は、NCAA ディビジョン2で一度王者になり、オールアメリカンに3度選出された。また、アメリカンフットボールでもオールアメリカンに選出され。 大学4年生のオールスターゲームであるシニアボールの出場選手に選ばれている。2005年10月14日、30歳で WEC17 においてプロ総合格闘技デビューを果たし、カールトン・ジョーンズに勝利した。2007年12月1日、リング・オブ・ファイア31で行われ、2008年5月24日、ユフック初参戦となったユフック84で、 クリスチャン・ウェディッシュと対戦し、1R 開始44秒で小勝ちを収め、白星デビューとなった。10月18日にはイギリスで行われたユーフック8 9に出場、地元出身のニール・ウェインにマウントパンチで勝利し、ユーフックに連勝とした。2009年3月7日、ユーフック9 6でガブリエル・ゴンザーガと対戦し、1R 開始1分9秒で、 右ストレートでダウンさせてからの右アッパーで小勝ちを収めた。2009年11月21日のユフック106でユフック世界ヘビー級王者ブロックレスナーとタイトルマッチで対戦予定であったが、レスナーの体調不良により2010年1月2日のユフック108に延期されるも最終的に試合は消滅した。2010年3月27日、 ユフック111のユフック、世界ヘビー級暫定王座決定戦で、フランク・ミアと対戦。クリーンチアッパー連打でダウンさせてからのパウンドにより、プロデビューから12試合連続 1R フィニッシュ勝利となる 1R3 分48秒で小勝ちを収め、王座獲得に成功。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。試合後に、正規王者レスナーがオクタゴンに上がり、 王座統一戦での対戦を約束した。2010年7月3日、ユフック116のユフック世界ヘビー級、王座統一戦で、正規王者ブロックレスナーと対戦。1R はパンチでダウンをさせてからのパウンドでで、レスナーを圧倒。しかし、それまで自身が経験したことのなかった 2R に、突入するとスタミナ切れにより失速。めで一本負けを喫し、座統一に失敗し、 総合格闘技公式戦初の黒星を喫すると、共に暫定王座を失った。2011年1月1日、ユフック1 2 5でロイ・ネルソンと対戦予定であったが、カーウィンが首の手術を受け試合が消滅した。2011年6月11日、ユフック1 3 1でジュニー・オールドス・サントスと対戦し、0から3の判定負けを喫した。 2012年、ザ・アルティメット・ファイター16で、ロイ・ネルソンと共にコーチを務めた。12月15日のザ・アルティメット・ファイター16、フィナーレで、ネルソンとのコーチ対決が予定されていたが、負傷により欠場した。2013年5月8日、自身のツイッター上で引退を表明した。ありがとうございます。